はい、どうも、さおでございます。本日はですね、後付け実況なので、まあ、ゆっくり、ね、見ていけたらいいなって思います。ちょっと寝起きで声が低いですけど、やっていきましょう。で、まずね、使うのが、こちら。スノーホワイトのブレイカー。スノーホワイトは、効果アップがかかるので、スノーホワイトでいきましょう。でね、総合値が7万超えてて、ランク82で、まあ、HP もそこそこあるかなって思ってます。それではね、入っていきましょう。まずはね、正攻法の攻略でございます。僕はね、今回ホストじゃないんですけど、まあ、1戦目から参戦するという形でやっていきましょう。で、まずはね、すべてのステージに共通することは、SP をね、どれだけマネジメントできるかっていう話ですね。で、1ステージ目から、フィーナをね、使っておきます。で、3ステあたりに、ウィリオウィスプで、ボスのゲージのね、半分削ったら、今度はね、依存のね、ナイトメア、もしくはリントブルムを使いますということですね。まあ、依存はね、ストーリーで落ちるので、そこで拾ってきてくれればいいかなって思います。一説なんですけど、まあ3人いれば勝てるかなっていうね。7万4000、7万4000で6万5000ぐらいのね、方が入ってくれてます。あと2人は NPC です。ここはね、ゴーストをね、1体残してね、SP をね、回復するですね。まあ、ゴーストはね、基本的に HP 回復ばっかやるんで、まあ、SP が180ぐらいになったら抜けるって感じですね。はい、ここも、プラントを残して、回復ですかね。まあ、基本的にこの1ウェーブ、2ウェーブはね、動きが変わりません。で、1体残ったらそこで SP をね、回復していくと。で、SP 回復はね、他の人の状況わかんないんで、まあ、ここは通話なり、空気を読むなりしてね、やっていきましょう。で、まあ、皆さん全部ね、貴族製の武器で埋められてないと思うので、ここら辺で不要なね、武器を消費しておくっていうのも大切ですね。貴族製の武器を入れざるを得なかったので、総合値的に。魔法とか物理とか、物理防御とか上がるんで、結局貴族製武器でも恩恵はあるんですよね。はい、ウィルオイスプが入りました。これは新ナイトメアですね。魔法と仏棒アップですね。まあ、フィーナの防御版です。で、こちらのね、スネークはね、上から先に倒すか、下から先に倒すっていうのをね、仲間で決めて、1体を集中攻撃します。そうですね、1体倒したらまた SP を回復していこうという流れですね。この場合、僕もう使い切っちゃって SP 回復に専念しようと思いました。でね、やっぱりね、救命の武器があるだけで全然違うので、まあ、今回ね、フレンドメダルとかでもね、S の救命ですけど、ゲットできるようになりましたので、まあ、無課金の方、あの辺で救命取っていただくと、割と攻略が安定するかなって思います。で、不要な武器を消費して、SP を回復すると。でね、最後のね、ボス戦で依存のね、貴族性の、貴じゃねえ、風属性の、効果アップっていう、ナイトメアを使うので、基本的にこの下のスロットには、貴属性いっぱいあり。でね、ここ抜けたいです。今結構いい感じですね。L 武器でコソコソと削っていきって感じ。まあね、このね、1ゲージ目か。1ゲージ目はね、相手への攻撃しょぼいし、間隔も少ないし、ゲージも少ないので、ここで SP をね、管理しながら、連打でね、ガンガンやっちゃう癖あると思うんですけど、まあ、ここはね、ゆっくりと、依存してって言ってますね。ゆっくりと削っていくと。で、削り切ったタイミング、このギリギリに削り切れそうなタイミングでやると、相手のね、モードチェンジがあるので、ここで時間を稼げるという話ですね。で、バーンって依存が出てきて、こっから全員で貴族性で畳みかけると。これ連打ですね。で、ここでね、SP がないと削り切れなくなっちゃうんですよね。まあ、削り切れはしないんですけど。
ここで SP をね、温存しておく恩恵が出ますね。ちょっとデッキがやばいですね、これ。まあ結局、救命に助けられる点が多かったので、攻略法としては SP のね、管理と、ナイトメアを使うタイミングと、あとはね、やっぱ救命の武器かな。ヒーラーはね、3体、今回ね、編成してますけれども。相手バフ、デバフがね、めちゃくちゃ効くので、デバフないとこんなに耐久して戦えないです。必ず、敵にデバフをかけて、まあ、火ダメージなり、余ダメージなりをね、まあ、強化、火ダメージは軽減、余ダメージは強化していくと。まあ、これでね、SP 管理してたんでね、割とね、息切れはしないで、いけました。って感じです。はい、次は成功法ではないんですが、SP のね、節約の方法でございます。で、ここでね、待っておくと、ホストの方がね、進めてくれまして、ね、コンピューターが死んだ状態でも僕が入ることで、そのキャラのね、枠をね、復活させることができ、かつ、SP のね、消費が、まあ、1、2ウェーブ分ないので、僕はめちゃくちゃ動ける状態みたいな感じで入れます。あ、間違いで救命使ってますね。で、あとのね、流れは一緒なので、ちょっとボス戦まで送りましょうか。はい、フィーナとね、ウィル・オイスプを、どっちも使った状態でここに入りますと。で、依存のね、ナイトメアを使うことを考えて、貴族性の武器は後に残しておきながら、1ゲージ目を削っています。まあ、1ゲージ目はね、水の武器でもね、まあ、リシスト取られても割と削れるので。優しい王様のね、ハイ攻撃だよね。強いんで、ね、これデバフかけないとね、耐えきれないかもしれない。まあ、この後の流れはね、一緒なので、なんでしょうね。ランク80、総合値7万を3体連れていけばいいかなって思います。このね、優しい王様がね、デバフかけてない状態だとね、6000、7000とか食らうので、まあ、ランク低いとワンパンされてしまうかなって思います。依存の魔女来たんで、こっから連打ですね。まあ、ちょっと SP がね、120だと足りないかもしれないですね、これ。息切れ起こすかもしれないですね。あとこの S 武器ばっか引くって。まあ、今回のね、ナイトメアでウィル・オイスプがね、手に入ったので、かなり難易度はね、一節だけですけど、軽減されたかなって思います。まあ、二節はちょっとね、ギリギリっていうかね、二節は真ん中、3ウェーブ目のね、ドラゴンきついですね。まあ、武器を平均的に強化してね、攻撃力をね、ガンガン上げていかないとダメかもしれないですね。あと、ランク上げて、まあ、さっさとカンストさせて、HP 最大まで持っていきたいかなって思ってます。息切れしましたね。こうなってくると耐久戦になっちゃうんですよね。割とデバフかかってるとやっぱり耐久はできる、前よりは。でもね、さっきと違ってね、肉入りがね、3人ちゃんと残ってますので、5000とか食らいますね。ここで、貴族性武器がなくなっていくが、あ、そうそう、最後のゲージでね、もたつくと、ミドガルゾールムは、ちょっと、回復しますので、4割ぐらい回復かな自分の体力の。なので、もたつかないように SP 管理をする、徹底する、でございます。はい。まあね、ランク上げて SP 管理して、ナイトメア使うタイミング考えて、っていうのが攻略法なので、はい。ここまでね、育成できたらこの方法で勝てると思います。お試しあれということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。